婚姻関係中に奥さんの方が他の男性を好きになった。旦那さんと奥さんは関係が冷え切っていて離婚秒読みなんだけど、旦那さんが絶対に離婚を認めなかった。そもそもこの家庭は姑さん、舅さん両方を奥さん一人で介護していた。少し前まで娘さんが手伝ってくれていたんだけど、大学進学を機に実家から離れなければならなかった。それでも休みのたびに帰ってきて手伝ってたけど、旦那さんは自分の親なのに介護には全く関わっていない。奥さんが何度も施設を提案しているんだけど、すぐに却下される。姑さんは施設を強く希望して、奥さんに迷惑かけたくない。介護から解放してやれと泣きながら訴えてた。姑さんにも施設行きを促す。旦那さんはしぶしぶ姑さんだけ施設行きを承諾。姑さんはとにかく頑固というか意地になっているというか、嫁は介護をするもの、俺は絶対に家から離れんぞと威張り散らしてた。旦那さんはそれにうなずく感じ。状況的には介護が姑さん一人になったんだけど、姑さんを施設に行かせたことをいつまでも根に持って嫁さんを攻撃。相変わらず旦那さんは手伝わない。どんなに頼んでも。そのうち奥さんに職場復帰の声がかかった。奥さんは介護のために仕事を辞めたけど限界。完全に施設に入れとは言わないからデイサービスを使わせて。私も働きたい。今の状況だと病んでしまう。いや、もう病んでるけど。と訴えた。案の定、旦那さんは却下。じゃあ、せめて、家事を少しでも請け負ってよ。と言うと、専業だろ。と、無理やり話し合いを終了させる。娘さんも、散々旦那さんに抗議して、奥さんのために大学を休学、もしくは、退学すると言ってしまう始末。そのうち、奥さんは、薬剤師さんを好きになってしまう。一気にエネ状態から覚めた。でも、奥さんは不貞は大嫌いなので、旦那さんに離婚を要求した。そして大修羅場となった。奥さんは、薬剤師に恋したことは言わず、今までの不遇な扱いを武器にして、弁護士を挟んで離婚。姑さんがいなければ介護する意味はないと、奥さんは言っていた。姑さんだけは優しくて、娘以外で唯一の癒しだったらしい。姑さんがいなくなっても、頑張ろうと思ったけど、えね、やっぱり無理だった。奥さんと薬剤師は、離婚した時点では、ほぼ他人だったけど、今は友達程度の関係。50近くなってからの久しぶりの恋で、ウキウキしている母の顔を見ると、こちらも嬉しくなる。しかし、旦那さんが、婚姻関係の時から浮気してたんじゃないかと疑って、余計な詮索をしてきてる。復縁要請はないけど、いずれしてくると予想。弁護士に濁らしてもらう予定なんだそうだ。読み返したら、母って書いちゃった。旦那さん、イコール、父、奥さん、イコール、母、娘さん、イコール、私です。変なフェイク入れて失敗しました。はじめから普通に書けばよかった。わかりづらくてごめん。父は変なところで噛みつく人で、例えば母の姉、おばの子供を不倫の子と決めつける。おばの旦那さんは一卵性双生児。おばの子供はおばの旦那さんにそっくり。つまり、おばの旦那さんの双子兄弟にも似ている。おばの旦那の子ではなくて、おばの旦那の双子兄弟の子だと、一人で威張ってた。さすがに本人たちには言ってないけど。